皆さんこんばんは、異常班の岡部でございます。スターウォーズシリーズ2回目のチャレンジでございます。前回は16回引いて1個だけでございました。取れたのがこの R2D2、 16回引いて1個だけでございます。もう散々な結果でございました。もう完全に負け試合でございます。ただコメントでたくさんいただいたのが、結構少ない回数で取れましたよ。私なんか1回でルーク出ました。2回連続 R2D2 出ましたなんてコメントがね、結構多いんですよ。で、ヨーダ最強なんてね、皆さんも続々とゲットしましたっていうコメントをね、たくさんいただきました。っていうことは、ハロウィンの時よりも、出やすくなってるのは間違いないのかなと思うんですね。じゃあなんで僕は出なかったのかっていうことなんですよ。で、今までの僕の動画の中で、比較的早い段階で出てるとか、一発で出てる時って、大概ね、怪しいこと前に喋ってるんですよね。つむつむ都市伝説みたいな。怪しいことをこう語った後に引くと結構出てることがあるんですよ。なので、今回は、ちょっとね、その流れを組んでいきたいと思います。っていうか、ちょっとね、今回引いてみて、まあ、今までのね、うまくいってたパターンも踏まえると、この前引いたスムが、はい、骨骨プルートだったんです。これじゃいかんですよね。今までの流れで言えば、今回はスターウォーズの映画の公開記念ということで、スターウォーズのスムが出てます。ということは、流れを沿うなら今までのツムの中で映画の公開に合わせて出てきたツムで引くのが筋ということじゃないかというわけで、そうなると、まず一つがこちらマレフィセント、そしてこれはねベイマックス、そしてねアナ雪シリーズでございます。アナ雪シリーズは2つあるんだけど、これね、サプライズエルサと、あと僕は取れてないバースデーアナなんだけど、まあ映画の公開っていう意味で言えばこのエルサとアナかなと思います。で、この3つの、まあ、映画の中で、多分このアナ雪シリーズを使ってる人は多いんじゃないかなと。ベイマックス使ってるってあんまり見たことないし、マレフィセントもね、使うのが難しいツムなので、っていうことは、アナ雪シリーズを引いてる人が取れてんじゃない？でない？わかんない。これで引いてきましたよっていうところまでね、コメントに書かれてなかったのでわかんないけども、流れで行くなら、この流れじゃないかというのがまず一つでございます。三つあります、実は。で、二つ目が、じゃあこの、確率アップの時に単純に毎ツムだけの理由かっていうことなんですよ。ボックスを引く時に、最後ドンっていってこうねポンってこう出てくる、あそこで、中のツム出てくるツムが決まってるわけではないっていうのはね結構聞いたことあります。その前の段、タップした時かな、引く時のポチで、実はもう確定してるっていう話は聞いたことあるんですね。ただですよ、流れがいい流れなのか悪い流れなのかはどこで決まってるのかっていうと、実はねログインした時のタイミングである程度決まってんじゃないのかなってちょっと思ったんですよ。じゃなければ確率アップといえね、こんだけ皆さんがポンポン当たってる中16回やって1回しか取れないなんてことはないんじゃないかと、っていうのがまず2つ目で、3つ目は僕の負けパターンです。僕の負けパターンで、最近の負けパターンは、こいつ、このトナカイみたいなやつ、スベンっていうやつと、あとはミスバニーね、ミスバニーどこ行った、こいつかミスバニー、この2つどちらかが出てきたときは完全に負け試合です。特にこいつ、このこいつが出てきたときにはまあ、大概負けてますっていうかね、全然出てこない。なので、今日は、整理すると、まず毎ツムはこのエルサ、そして、
このスベンが、引いてる中で出てきたらログインをし直して再チャレンジっていうことをちょっとやっていきたいと思います。でコインは今、55万コインまで戻したんだけども、ピックアップがあるかどうか分かんないけどちょっと怖いので残しておきたいということで、40ぐらいは残しておきたいかな。だから15万コインだと、5、3、15、5回か、今日は5回チャレンジしていきたいと思います。こんな流れでどうでしょうか、どうでしょうか。つむつむ都市伝説いきたいと思います。ではまあ、いつもエルサ、もうワンプレイしてセット積みでございます。では1回目いきます。確率アップしてるよね、してます。ルークとヨーダ、ヨーダが強いって皆さん言ってます。なので、でも曲つくのルークも、もう両方ですよ。両方もここで取っておきたい。ではいきます。さあいきます、一発目ドンドン。さあいきます、1回目ドン、せーのドン。でもお前じゃない、お前じゃない、お前じゃないけど、よしよし。で、これも僕のパターンの中であります。イベントの中のツムが1回出たらこの後しばらく出ないのかな。でも連続で出たっていう人いたな、連続で出たっていう人いたな。このまま行こうか、このまま行こうか。行きます。さあ2回目ドン、行きます、お願いします。レンちゃん、レンちゃんお願いします。ドン、せーのドン。ああ、うん、まだ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 。さあ3回目行きます、ドン、お願いします。ドン、せーのドン。ああ、まあでも昨日とちょっと出てくるのが違うな。さあ4回目お願いします、お願いします、お願いします。ドン、せーのドン。あー、どうしよう。この流れは一回ログインし直してみてもいいですか。いいですか、ラスト一回。さあ行きます、行きます、ドン。さあラスト1回、ラスト1回いきます、ドン、来い。さあいきます、ラスト1ドン、せーのドン。あー、でもあー、まあまあ、あーあー、もっと早くログインし直しとけばよかった。ちょっとまた流れ変わった。あー、あーでもな、これ以上コインを使うのはまた怖い。まだあと1日あるので、少しまた復活コインね、1回でも2回でも行きたいと思います。また次回っていうか、もし行けたら明日、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれパソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。